こんにちは、ヒノです。今回はですね、スコトーマ盲点についての少しお話してみようと思うんですけれども、先ほどちょっとカフェで読書をしていたんですけど、読書をしている時っていうのは、もうある意味没頭するわけです。そうすると、その周りがこう騒がしい状況だとしても、その本に入っていくと、周りのその騒がしい状況が消えてる時ってあるんですね。で、そういう時は、つまりはその本を読んでることに集中して他の部分が消えてる状態ですよね。これが盲点ですよね。盲点っていうのは見えない部分が出てくるっていうことです。だから本当は人の話し声とかがしているはずなんですけれども、それが聞こえない時があるっていうことは、それが盲点になっているんです。で、これはある意味ね、盲点が悪いわけじゃないんですよ。盲点っていうのは、それをうまく利用すれば夢を最速で叶えるための方法にもなるんですね。で、例えばあれこれ手を出してしまって、いろんなことに手を出すとかえってうまくいかないというか、中途半端になっちゃいますよね。そうじゃなくて、もう一つのことだけを集中するっていうふうにすると、他のことは消えるわけです。他のことはもう見えなくなってもいいから、その目の前のやるべきことに集中すると、他の周りのことが消えますよね。で、その状態だと一点集中できるので、この一点集中っていうのはすごく強いんですね。それだけをやりますから、現実化するのが早いんですよ。で、あれこれ目について、こっちもいいけどあっちもいいけど、向こうもいいなっていう風になってる、よりどり緑になっちゃうと、これなかなかうまくいかないんですね。だからそういう意味では盲点になるっていうのはいいことなんですよ。まあ、恋愛とかでも、例えばこの人しか見えないってなると、他の人はもう見えなくなりますよね。この人だけがやっぱいいってなっちゃいますね。だからそれはメリットデメリットあるんですけれども、ただ物事を実現するときにはその盲点はあってもいいんですね。他が消えてしまう、余計なことに注意がいかなくなるっていうのはある意味いいことなんですよ。でもそれが夢の実現を阻んでるときもあるんですね。盲点が外れることでやるべきことが見えてきたりするから、そこら辺はね、その使いようというか、その状況に応じて変わってくるんですよ。だから例えば今この現実でもっとね、収入を例えば得る方法があるのに、それが見えないっていう場合ありますよね。じゃあそれはなぜかっていうと、例えばもう非常に分かりやすく言いますと、年収300万の人と年収1億の人の違いですよね。年収300万の人には、年収1億の人の年収300万の人には年収1億の人の稼ぎ方が見えないんですよ。全く見えないんです。だからそういう情報が、来ていても素通りしてしまう、透明化して、その情報が受け取れないんですよ。わからないんですよ。でも年収1億円の人にはその稼ぎ方というか、その情報が価値あるものに感じて受け取れるんですね。年収300万の人にとっては、年収1億円の人の稼ぎ方っていうのがもう盲点になっています。透明化されて見えないんですね。だからこれは意識が変わる、認識が変わることで、認識をそのレベルまで上げていくことで、見えなかったものが見えてくるようになるんですね。だから同じ景色を見ていても、人間っていうのは全く違う景色を見ているっていうことになるんです。全く違うところに視点がいってるっていうことです。だからその認識レベルを上げるっていうのはすごく大事なことだっていうことですよね。そのことをね、ちょっと意識していきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。